皆さんこんにちは、進路アドバイザーの畑です。この動画では進路決定に役立つ情報を配信していきます。まず第1弾は、夏のボイキャンパスに参加できなかったという高校生のための今後も進路に役立つスケジュール講座です。それではご覧ください。それでは高校2年生の進路スケジュールを一緒に確認していきましょう。高校2年生の2学期といえば、部活の新人戦があったり、学校によっては文化祭が行われたり、修学旅行に行ったりと高校行事が盛りだくさんです。それに合わせて進路ガイダンスや先生との進路面談など進路に対する取り組みも増えています。また高校3年生に向けて科目選択の時期も迫ってきています。高校2年生の2学期、今やるべきことは何でしょうか。それは自己理解、自己発見です。まず自分の好きなことややりたいことは何だろうと考える時間を取ってみてください。そしてそれが仕事につながると考えたら、具体的にどんな職業なんだろうか、その職業に就くためにはどんなことを学ぶんだろうか、その情報収集をしていきましょう。まずは興味のある学校のウェブサイトを見てみましょう。そしてその中で気になる学校の学校パンフレットを取り寄せてみましょう。そして実際にオープンキャンパスに参加してみましょう。オープンキャンパスでは通学経路の確認ができたり、実際のキャンパスを見ることができます。そして在学中の学生や先生と直接話すことができ、学校生活を具体的にイメージすることができます。オープンキャンパスなどの学校の最新情報は SNS にたくさんアップされています。ぜひ気になる学校の Twitter や Instagram などもチェックしてみてください。神戸医療福祉専門学校3学校でも日々 Twitter や Instagram で最新情報をアップしていますので、ぜひ皆さんフォローをお願いします。それではまた次回お会いしましょう。